台所のハクビシンの匂いが臭すぎて台所のリフォームを決断しました。費用はかさんで破産寸前 NBF です。今日は映像に映っているように立て付けはいいが隙間だらけで砂が思いっきり入ってきている冊子を塞いでみようと思います。ここから砂とか虫とかありとあらゆるものが入ってくる状態です。なので近所のホームセンターで買ってきました隙間用テープ、100円ぐらいで売っていたのでこれで防げるなら安いし、ダメでも100円だしと思い買いました。ちなみに私は安物買いの銭失いではないですし、品質の良いものは長く使っていく方の人間ですが、品質がわからないものはとりあえず安いものから買うようにしています。やろうとして気づいたんですが、実はこの冊子の部分に隙間テープが以前貼ってあった跡がありました。で、綺麗に剥がれてなかった上にもう一度隙間テープを貼ることになったので、ボロボロ落ちてめっちゃ貼りづらかったですが、起点と根性でなんとか貼れました。こんな風に付け終わりました。テープが余ったので隙間が大きかったところに二重で貼りました。掃除どうすんだと思うかもしれませんが、それを考えたら隙間が埋まりませんので泣き寝入りしました。使った感想は問題ないと思います。これで隙間は埋まったので問題は解決です。100円でこれなら安い買い物ですね。お金があればきちんと差し屋さんに見てもらいたいところですが、破産寸前なので妥協するしかありません。次回はリフォームが済んだ台所を動画にしてみようと思います。お楽しみに。